にょ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 、ブロッコリーにょ。こっちはいつでも OK よ。紋章機の 100% の力見せてあげる。ここまで来たらあとは勝つしかありませんわ。それじゃあ最後の大暴れと行こうか。絶対に負けません。ミルフィどうしたのよ。しっかりしなさいよ。ここで負けたら今までの苦労が水の泡なんだからね。うん。出撃命令をください、マイヤーズ司令。了解。敵の機関から通信です。まだ抵抗を続ける気かね。エルシオールとエンジェル隊の勝利。こちらの力は十分分かっているはずだ。勝てると思っているのか。シャトヤーン、5年前、今回、私のことは拒絶しておきながら、なぜこの者たちには白き月の技術を与える。私が与えたのではありません。彼らはロストテクノロジーに選ばれたのです。エンジェル隊は白き月のロストテクノロジーの結晶である紋章機に選ばれたパイロットたち。そしてマイヤーズ司令はエンジェル隊がその翼を委ねた人物。その人々を白き月を預かる私が信頼するのは当然のことです。お前たちは何も分かっていない。ロストテクノロジーにはもっと有効な使い道があるのだ。私は金々を持っていた。優れたロストテクノロジーの力をなぜ広告の外に向けて使わないのか。トランスバール広告が現在の領域を形作って以来、歴代の皇后たちはその維持に努めるばかりで、それ以上に半島を広げようとはしなかった。私にはそれが歯がゆかった。広告の領域を広げればさらなる富と栄華が手に入るものを。白き月のロストテクノロジーを使えばそれはいつでも実現できるはずだった。数百年もの時を無駄にしてきたようなものだ。5年前その考えを皆に理解させようとしたのだ。その待っていたのは辺境への追放だ。しかし運命とは皮肉なものだ。名もなき星々をさまよううちに私は黒き月を見つけたのだ。この黒き月こそが何よりの証拠だ。広告の外にはまだ数多くのロストテクノロジーが眠っている。私はそう確信を得た。白き月と黒き月、二つの月の技術をもってすればその探索はさらに容易となる。広告は飛躍的な発展を遂げられるのだ。かつて銀河に覇を誇っていた旧文明の再興すらも可能に違いない。ロストテクノロジーの力さえあれば。
ここまで行ってもまだ理解できないのか。ガンスバール公国は今こそ永遠の楽園として生まれ変われるのだ。住む者のいない廃墟の楽園としてか。いい加減に目を覚ませ。貴様のしていることは理想に名を借りた過去への復讐に過ぎない。貴様が願うのは王国の人々の幸せではない。人々の幸せを思わぬ貴様に王を名乗る資格はない。それがいいだ。力ある者が未来を作る。力ある者だけが理想を成し、力ある者こそに後の世に正義と呼ばれる。我が名はエオニア。トランスバールの歴史の前に我が力を示し、その名を永遠に刻み込んでくれようぞ。通信切れました。エオニア軍移動を開始しました。いよいよだな。王国の命運はこの一戦にかかっている。頼むぞマイヤーズ。私にできることはここまでです。どうか無事に戻ってきてください。よろしくお願いしますマイヤーズ司令。ご武運。エンジェル隊のみんな、この戦いの間にいろいろなことがあったな。はい、ピクニックしたりお花見をしたり。なんかいつもドタバタしてた感じだったけどね。そうですね、あちこち駆けずり回ってたくさん戦って。ああ、でも楽しい旅だったね。この戦いに決着をつけるだけです。君たちがいたからここまで来れた。本当に感謝して。さあ最後の戦いだ。エオニア軍を叩き潰すぞ。
私なら別になんともないですよ。元気です。大丈夫ですよ、タクトさん。私、ちゃんと戦えます。2番機、攻撃を始めるわ。くそ、かわされたか。今度は、逃がせ。タクトさんも部下として立派に命中しましたけど、本当に効いてるのかな。敵に攻撃を始めるわ。したことが任せといてよ。戦いに集中しましょう。あー、もう、なんで当たんないのよ。外れちゃった。狙いがそれましたわ。私の気持ちは知らないで。もうアクトさんたら当たったか。さあ次行くよ。見てみろ、さっきからオイラばっかり狙われてないか。少しダメージを受けました。大丈夫かな。回避されたか。当たんないな。敵も強いですね。今度は外さねえぞ。勝てるかな。攻撃を開始します。対決する。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。そんな、しまった。タクトさん、攻撃はかわされたよ。私たち勝てますよね。そんな攻撃当たるもんですか。当たったか。また当たっちゃった。修理に戻っていいですか。了解です。ハーベスター、了解。機体強度が落ちてきたか。ここからが本当の勝負だ。くそ、また被弾したか。戦いはこうでなくちゃな。了解。あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。ハッピートリガー了解。おっと、狙いがそれてしまったよ。回避したのは犬風情か。やばい気だ。了解。あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。命中したわよ。見ててくれた。ストライクバースト。回避しました。回避された。以前までの機体なら被弾してするしかないのか。この僕が選ばれし者が。チッ、タクトさん、狙いがそれだよ。私たち、もう一度行ってくる。勝てますよね。攻撃に成功。照準のズレが全く感じられません。せいぜいあがけ。タクトさん、いえ、なんでもないです。やったわタクト。今の一撃かなり効いたみたい。敵に目標を撃破。さあ次はどいつ。かわされた。だが今度は命中させてみせよう。私の気も知らないで。もうタクトさんたら。残念、失敗したか。次は外さないよ。かわされた。この目標を倒したら、は命中させてみせよう。よぎずついた翼に再び力を。リペアウェーブ。今のを回避するとは素晴らしい。さすがだね。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。
言われなくても分かってるわ。回避されたか。狙いの空、命拾いした。了解。あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。もう中、少しずつ追い詰められる気分はどうだ。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。よし、来た、タクト。見逃しませんわ。お行きなさい、フライヤーたち。攻撃を開始します。壊された。倒すしか。今度は命中させてみせよう。増えてきたな。今は引く。だが次は必ず。お前たちは最高の相手だ。あれ、目標沈黙。今の紋章機には誰もかないやしないよ。わかったわ、タクト。少しダメージを受けました。大丈夫かな。目標レーダーで捕捉。行ってくるよ、タクト。3番機、攻撃を開始いたします。そんな攻撃当たるもんですか。敵の攻撃を回避したわ。今のを回避するとは素晴らしい。さすがだね、アクトさん。あんまり見ないでください。攻撃5番機。じゃないのさ、この。よし、狙いがそれだよ。もう一度行ってくる。2番機、攻撃を始めるわ。知らないで。もう、アクトさんたら。命中したわよ。見ててくれた、アクト。外れた。今の攻撃を回避したんですの。私の気も知らないで。もう、アクトさんたら。あ、外しちゃった。調子が悪いみたいです。あー、もう、なんで当たんないのよ。わかりました。了解。当たった。今のはいい当たりだったね。どうだい、タクト。よし、命中。よし、狙い通りにピシッと当たるね。私たち勝てますよね。今のはいい当たりだったね。どうだい、タクト。レーダーに反応あり、攻撃に向かう。ハーベスター、了解。了解。なんとか回避できました。寿命が縮むかと思った。あ、はい、なんとか頑張ってみます。わかりました。はい、タクトさん、行動を開始します。そろそろ危険か。いや、諦めるのは美しくない。攻撃、そろそろエネルギーが。補給をお願いできますか。了解です。ハーベスター、了解。今の攻撃でかなりのダメージを受けました。
わかったわ、タクト。攻撃を開始します。倒すしかないんですよね。回避されちゃいました。ここで散るのは美しくない。残念だが、僕はもう失礼するよ。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。ハッピートリガー了解。また当たっちゃった。この程度の攻撃で気がつくのは。了解です。はい、タクトさん、行動。それでも暗いな。ストライクバースト。よし、回避できた。狙いがそれてるぞ。紋章機の反応がすごくいいわ。システムをチェックし直せ。しまった、狙いがそれたよ。し、狙いがそれたよ。もう一度行ってくる。しまった、狙いがそれたよ。ドライヤーダンス。ご目標の中枢部に命中。うまくいきました。いいところに命中したよ。敵を撃墜しました。もうもらったも同然だね。目標確認。やっと戦いらしく。5番機攻撃を開始します。もっと見せてみろ。この船をここまで追い詰めた。攻撃されました。紋章機の力は見くびっていたか。攻撃システム何をやっている。とよく狙え。これ以上エオニア軍の思うようにはさせません。そうなくては当たっちゃったわ。攻撃強くなったからって調子に乗りすぎたか。了解、攻撃失敗。目標確認。エネルギー 50% 以下。補給の許可を願います。攻撃失敗。この程度の攻撃でグッドラの紋章機の力がこれほどと。燃えない、交代しろ。カンフーファイター攻撃開始。これ以上エオニア軍の思うようにはさせません。攻撃回避しましたわ。ダメージはございません。エネルギーが低下してきたわ。補給の準備をしておいて。回避しました。以前までの機体なら被弾していたでしょう。そろそろエネルギーが。補給をお願いできますか。これ以上エオニア軍の思うようにはさせません。はあ、ありがとう。これで心置きなく戦えるわ。これから目標に向かいます。勝てるといいな。目標を確認。移動を開始します。4番機応急処置が完了した。もう一暴れしてくるよ。了解ですわ。敵に攻撃を始めるわ。まかっちゅー、外れちゃった。回復しましたわ。ありがとうございます。攻撃を開始します。倒すしかないんですよね。命中しましたけど本当に効いてるのかな。そんな攻撃当たるもんですか。タクトさん、いえ、なんでもないです。よし、命中。聞いた。敵も結構やるわね。了解、すぐに向かうわ。
今ならひとっ飛びよ。今の攻撃でかなりのダメージを受けました。はい、なんとか頑張ってみます。いったたた、よかった、私生きてる。了解です。4番機攻撃を開始した。ざっとご覧だよ。完了しました。しまった、攻撃がかわされたよ。アクトさん、あんまり見ないでください。攻撃避けられました。ギリギリだったけど回避されちゃいました。敵の動きが早すぎます。よし、命中、直撃したわ。逃げて、タクト。今の威力は自分でも驚いたよ。あの翼のおかげだね。攻撃回避しました。今の攻撃を回避したんですの。侮れませんよ。参りますよ。フライヤーダンス。傷ついた翼に再び力を。リペアウェーブ。うそ、攻撃が外れた。取り組ました、肥大しました。まだ何とかなりますわ。そんな攻撃当たるもんですか。ひどいことをなさる敵にはきついお仕置きが必要です。および大型戦闘機交代していきます。無人艦は全滅できたが、肝心の奴らにとどめはさせなかったか。逃がすものか。エオニアを追撃する。ようやく出力が安定しました。エネルギーはあと10分ほどでチャージが完了します。了解。くっそー、なぜあいつらに勝てんのだ。あの翼のせいでエンジェル隊の紋章機の方が性能で上回っている。光の力を借りると、なんて卑怯な奴ら。今のままで勝てんの。冷静に分析してる場合かよ。これじゃ負けちまうじゃん。ともかく一旦引くぞ。ノアなら、黒き月なら、僕たちの紋章機をさらに強化できるかもしれない。しました。この識別信号は友軍のものです。友軍から通信、ルフト重傷です。タクト、待たせたの。たまには年寄りにも見せ場をよこせ。それよりも協力して敵を追い詰めるぞ。いかんな。ノア、体勢を立て直そう。ヘルハウンズ隊を黒き月に収容してくれ。ノア、なぜ返事をしないんだ。聞こえないのか。ノア、何をしている。聞こえているわ、お兄様。でもちょっと待ってて。今からとびっきりの舞台が始まるから。なんだと？黒き月、応答せよ！我々を回収してくれ！なぜ返事をしない！俺たちを見捨てる気か！早く援護を！このままでは撃墜されてしまう！ここが死に場所か。やだ！死にたくない！死ぬのは嫌だ！本当に？本当に死にたくない？
ノア、今まで何を。質問に答えて。死にたくない。当たり前だ、早く何とかしてくれ。エンジェル隊に勝ちたい。選ばれし者である僕がこんなところで終わっていいはずがない。そのための力が欲しい。無論だ。俺に奴らを倒す力をくれ。どんなことをしても滅びを与えるために手段を問うつもりなどない。そう、その言葉が聞きたかった。その絶望と執着心、それでこそ人間よ。望み通り、お前たちには力をくれてやる。これで私の最高傑作が誕生する。どういう意味だ。それにその声、お前は何者だ。単なる部品であるお前たちを教えたところで拉致もない。さあ、好きなだけ踊るがいい。黒き翼で死の舞を。まさか、奴らもパワーアップしたのか。どうやら、そのようだよ。だけど、なんか変な感じです。紋章機から変な感覚が流れ込んでくるんです。あれ、なんだか怖い。敵の機体の中に生命反応はあります。私の勘が正しければ、中に乗っている連中、もう死んでるわ。死んでるというか、もう人間じゃない。彼らの魂は、すでに彼ら自身のものではない。私たちの紋章機が、そう教えてくれています。奴らは機械に取り込まれちまったんだ。いや、違う。機械が奴らを飲み込んだ。なんておさましい姿。あんなものが同じロストテクノロジーだなんて信じられませんわ。いえ、おそらくあれが黒き月のロストテクノロジーの本性。反転してこちらに向かってきます。さっき戦った時よりスピードが上がっています。やはり前よりも性能が上がっているのか。まずいな、こっちと互角になっちまったぞ。どうしましょう、タクトさん。了解。わかりました。これが終わったらエオニアと黒き月をぶちのめしてやるわ。そうさ、こんな無残なことをする黒き月も、それを利用しているエオニアも絶対に許すもんか。Thank you.
もう一度作戦内容を確認する。